10年後の私にタイムカプセル。今日は歯のお話だ。今朝ね、歯磨きをしてたらね、なんか前歯の上のここのところね、こここの表面がポロッと取れたんだよ。ポロッと、もうなんか硬いもんがあるなと思ってね、うん、なんかそんな朝から硬いもん食うわけないんだけど、ポロッと取れましたということで、歯の健康というのは長生きのためにとても必要なので、歯医者さんに予約を入れて見てもらおうと思ってます。10年後の私に健康な体を渡すっていうのも僕の役目なんでね、歯医者に行ってきますわ。で、歯のアップ？いや、それはだろう、気持ち悪いだろう。いくら10年後の私が見るとしてもよね。前歯の表面が軽く取れたわけですわ。で、今から歯医者に予約を入れて行ってみたいと思いますので、また帰ってきてからこの続きをご報告させてもらいますということです。では歯医者に行ってみよう。歯医者に行ってきました。ブーまだ麻酔が効いてて、ここのところまだね、なんかボヨンボヨンしてる感じ、なんかね、感覚がないです。まあ結果的には治ったんですけども、まあね、何ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりぐらいに歯医者に行きましたけども、やっぱりね、必ずね、歯石取りから始まるんだよな。歯石取るのがね、結構痛いんだよ。こうなんかドリルみたいなのでキュイーンってやるんだけど、キュイーンっていう音がね、子供の頃から大っ嫌い。10年後の私もそうでしょうがね。うん、でも10年後にはもうそろそろそういればかもしれんから、そういうことないかもな。今はまだちゃんと歯石を取るだけで生の歯がついてるわけだぜ。この歯石を取るときはね、ほんとね、もうね、人思いにやってくれっていう感じで痛いんだよ。もう最悪、歯石取ること自体が痛い。で、実際今度はね、それからここだからね、麻酔してもらやってもらうわけだけどもね、この麻酔の注射が最初チクッとくんのな。チクッと来た後で、こう3分ぐらいで何も感じなくなってしまう。そして今度はこう大々的にね、盛大に削ってこうやって直す。拡大したところはまたこう見たくないでしょ、こんなところ。ですけどね、まあそういうことでね、先生自体はね、腕が非常にいいので、上手に仕上げをしてくれて綺麗に治りました。また来週行って、来週検査をして OK だったらこれで終了と。まあこんなことになりますね。まあ年取ったらね、いろいろと歯の不具合出てくるんで、早めに行った方がいいと思います。ということで、本日の10年後への10年後の私にタイムカプセルは以上で終了となります。それではバイビー。